モルドバ共和国元大統領にして、党最高権力者のウラジーミル・ボローニン。モルドバ共和国共産党は、ウラジーミル・ボローニン率いるモルドバの共産主義政党。旧ソ連の構成国で、同国法壊後に最初に、本格的な与党となった共産主義政党でもある、欧州左翼党に加盟。1994年決闘。1996年の大統領選挙に際し、 ボローニンを統一候補として擁立するも、得票率は10.3%、3位に終わる。同選挙の第2回投票では、ペトルルチンスキーを支持し、勝利、与党として2名が、閣僚入りする。社会主義社会の再生を掲げて戦った1998年の議会選挙では、得票率が30.1%となり40、議席を獲得、議会第一党となる。 しかし国民からの強い支持を受けながらも、中道派の民主主義と改革同盟が連立与党となったため野党に止まった。翌年末には、ルチンスキーがボローニンを大統領に指名したが、議会の支持を受けられず失敗に終わる。続く2001年2月の議会選挙において、得票率が49.9%と躍進し101議席中71議席を得る。議会で、 圧倒的多数となったのを背景に、2001年4月、ボローニンが大統領に選出される。また、憲法裁判所の決定で大統領の政党党首の兼任が可能となったため、ボローニンが党首に再任された。2005年の議会選挙でも、与党として勝利を収め、ボローニンが引き続き大統領に止まったほか、ジナイダ・グレチャヌインが首相に就任、マリアン・ルプが、 モルドバ議会議長となった。ボローニン政権では国営企業の民営化が行われ、欧州連合加盟への動きが本格化した。2009年4月の議会選挙で共産党が勝利した自治体。灰色の部分は未承認国家のソイドニエストル共和国。2009年4月の議会選挙及び暴動以後、国内情勢は一気に緊迫化する。 議会解散に伴い7月に急遽選挙が行われることとなったため、新大統領の選出が困難となったのである。混迷の最中実施した7月の選挙では、45.07%と、得票率が後退したのを尻目に、自由民主党、自由党、民主党、我がモルドバ同盟党の4党からなる、欧州統合同盟が躍進、連立政権を樹立したため野党となった。 ルプやイゴルドドンなど多くの党員も離党した。2008年に採択した党則によると、第1条で、モルドバ共和国共産党を、思想及び伝統の観点から、モルドバ共産党の合法的な後継政党と位置づけている一方で、実際の政策との整合性について議論が続いている。エコノミストに至っては透明こそ、共産主義を掲げているが実態は、 中道右派政党とみなすほどである。2011年には、真の共産党を標榜して、モルドバ共産党が決闘された。近年では国家の目標として、次の4つを掲げている。ありがとうございます。